ポートエリザベスあるいはザベーは南アフリカ共和国の東ケープ州南部に位置するネルソンマンデラベー都市圏の地区である。2021年2月23日、南アフリカ政府はガーベーラへの解消を発表した。これについてネルソンマンデラベー都市圏政府は解消決定までの過程に問題があるとして反発。3月22日、都市圏政府は南アフリカ政府へ抗議状を提出し、 その中で新たな名称として、ネルソン・マンデラシティを提案している。風の街の異名を持つポートエリザベスは、亜熱帯気候であり、一年を通して、弱い雨が降る。欠片の気候区分では、西岸海洋性気候となる。ポートエリザベス付近は、冬季に、降水のある地中海性気候の西ケープと、夏季に、降水のある、南アフリカ東部の中間に位置するためである。 冬季は冷涼であるが穏やかな気候。夏季はポートエリザベスより北に位置する南アフリカの東海岸地域よりも湿度が低く温暖である。人口構成、ネルソン・マンデラベート試験の人口密度ネルソン・マンデラベート試験の優勢言語分布2001年のデータポート、エリザベス非ポートをエリザベスはコサジ人居住地域との境界を強化したい、ケープ植民地の移行に基づき、 1820年に4000名のイギリス人がこの地域に入植したことによって開発が進んだ。ポートエリザベスの地名は植民地の総督代理であったルーデンスドン近郷が全認知のインドで亡くなったエリザベス夫人を偲んで命名したものである。ポートエリザベスはネルソン・マンデラ米都市圏を構成する地域の一角であり都市圏を囲むカカド軍の軍長所在地である。 治安判事裁判所、東ケープ州の高等法院、労働裁判所支部がある。高等法院があるため、裁判長や高訴局長の事務所がある。州政府と中心とする政府系の組織の大半は、ポートエリザベスに地方部局等を設置している。自動車産業が盛んで、ゼネラルモーターズ、フォルクスワーゲン、フォードモーター、コンチネンタルタイヤの工場がある。 サッカー競技場として、ネルソン・マンデラベイ・スタジアムが、市街地の北西 4km に新設され、2010FIFA ワールドカップの会場の一つとして使用される。ありがとうございます。